好きとか嫌いとか最初ステレオドラマもっとときめきメモリアル第6話告白第4回そしてメモリアル。しおりと付き合う資格はもうないのかもしれないけど、それでも俺はしおりのことが好きなんだ。そのことに気づいた俺はただ闇雲にしおりを探して走り続けた。あら、直人くん。しおりは言ったよ、直人くんのうちに。俺のうち？早く行ってあげて。丸川さん、しおりだって早く話したくてしょうがないんだから。ありがとう。しおり、しおり、いてくれよ。母さん、母さん。ほら、おかえり。さっきしおりちゃんが来たよ。それで？さあ、いないって言ったら、じゃあいいですって帰ったみたいだけど。何そんなに慌ててんのよ。いいから母さん電話。藤崎さんのお宅ですか？しおりさんは？そうですか。わかりました。母さん、ちょっと出かけてくる。なんとちょっと。ああ、はいはい。はい、高見ですが。あれ？しおりちゃん？直人はたった今帰ってきたんだけど、またすぐ出て行っちゃって。そうですか。はい。ありがとうございます。直人くん。やっぱり、俺から言うべきだよな。しおり。俺、しおりのことが。ナオト君、ごめんなさい。しおりー、ここにもいない。しおり、どこに行っちまったんだよ。ナオトしおり、直人くんのことわからない。これも2年も決心できなかった罰かな。しおり、やっぱり俺お前に告白できないよ。そんなことないですよ。そうかな。そうですわねえ。そうそう、元気出しなよ直人くん。でも俺、しおりにひどいことばかりしてきた。確かにね。でもこのままでいいわけないでしょ。大切なのはしおりさんを好きだという気持ちじゃなくって。でもどうすればいいのかわからないよ。いえ、わかるはずです。自分に正直になるんだ。そうすればわかるはずだよ。正直に。そう、今高見さんがどうしたいのか考えるの。今ならきっと本当の答えが見えるはずよ。でもしおりがどこにいるのかもわからないのに、そんなことは。二人が共にしたものがまだあるじゃない。共にしたもの。ファイト、ナオト頑張って。絶対二人は会えるはずよ。しおりと俺が共にしたもの。そうか。さて、ここで音楽に乗せてテレホンメッセージのコーナー。それでは早速電話で入ったメッセージを読んでいきたいと思います。
こんなに探しても見つからない直人君へ、どうしても話したいことがあります。今日の12時まで待ってます。待ってます。いいわね。そしてその直後に同じく電話で入ったメッセージ。どこにもいないしおりへ、今まで思っていたことを全部話したいと思っています。どこにいるか教えてください。どうやら二人は互いを探しているみたいなんだけど、この放送を聞いてくれてるのかな。ゆり姉のこの声が二人を引き合わせてくれることを祈ってるよ。直人くん、やっぱりダメか。伝説の木にも嫌われちゃったみたい。え？な、直人くん。よかった。間に合って。危なかったけど、ギリギリセーフだね。直人くん、その時計返してもらったんだ。大切なものだから。しおり、ごめん。ううん、私の方こそごめんなさい。しおり、俺、直人くん、あのね、私、直人くんのことが。待って、俺の話を聞いてくれないか。え？しおり、俺は君に告白できるような男じゃない。そんな。勉強もまだまだだし、運動だって大したことない。性格だって飛び抜けていいやつじゃないし。そして何より、しおりをいつも傷つけてばかりいた。直人くん。けど俺、しおりのことが、しおりのことが好きだ。他の誰よりも好きなんだ。直人くん、私も。だからまだ。え？まだ見ていてほしいんだ。見ていてほしい？これから一年で俺頑張るから。頑張って自信を持ってしおりに告白できるような男になるから。だからその時、ここでしおりの本当の気持ちを聞かせてくれないか。直人くん、しおりが俺に対してどう思っているのかわからないけど、これがやっとわかった今の俺の答えなんだ。直人くん、わかった、待ってる。しおり、ここでの告白は卒業の時まで取っておく。だから頑張ってね。しおり、うん、わかった。あ、なんだ？え、ほら、見つかっちまったじゃねえか。にゃにゃって、いつの間に。えった、ラジオで大々的にラブレターを送り合ったんだ。このくらいの野獣馬が出て当然だろな。野獣馬ではないわ。これも研究のうちよ。ちょっと暇つぶしにね、みんな。はい、鏡さん。ひもさんに鏡さん。よかったですね、ナオトさんの根性見せてもらいました。 Oh, that's wonderful. 素晴らしい告白だったわ、ナオト。虹野さんに片桐さんも。愛の告白をする殿方とはなんて凛々しいのでしょう。ほんとほんと、ナオトくん超かっこよかったよ。小敷さんに朝比奈さん。しおりちゃんも頑張ったよね。ラジオ聞いててピンときたわ。めぐみちゃんに
館林さん。もう、わあ、しおり先輩、赤くなった。これで一件落着だね。よかった。本当に心配したんですよ。清川さんに、如月さんも。ありがとう。直人、これ、しおりちゃんの横に並べよ。なんでだよ。いいから、ほれ。さあ、熱い二人の記念写真を撮ってやるよ。みんなも並んで。はい。ふん、また庶民どもが騒いでいるな。出たな、妖怪闇星人。まったくつまらない告白を見てしまったとか言いながら、てめえ涙ぐんでんじゃねえか。しかし、クラスメートのよしみで一応祝ってやろう。ささ、早く写真を撮りたまえ。っておめえが真ん中に立ってどうすんだよ。ふん、この僕が中心に立たずしてどこに立てというのだね。あのな、伊集院さん、そこに立たれると皆さん映らなくなってしまいます。げっ、こ、古式。うん、ふん、たまには端で映るのもいいだろう。よし、撮るぞ。うりゃな、お、と、くん。あ、待ってるよ。ってことで、この物語はひとまずこれで終わる。卒業の時にしおりが俺になんて言ったのか、それはまた別の機会に話すこともあるかもしれないけど、伝説の木の効果はてきめんだったということだけは伝えておこうと思う。おい、ナオト、みんな飯食いに行くってよ。わかった、行こう、しおり。うん。シリーズ構成、赤堀悟、脚本、花田十喜。今日のお題、東京都杉並区福島正俊さんからいただきました。今愛している人にメッセージを。出演、藤崎しおり、金月、みんなの前じゃ言わないよ、まみ、早乙女よしお、上田、何をかな。いられる間はずっとそばで見てるから、うん、愛していますよ。ゆうじ、俺の目を見てる。マリカは夏江、久川、うん、もうちょっと稼いで頑張って旅行をプレゼントします。あや、誰なの誰なの。伊集院レイ、角田、本当の私を分かってください。なるみ、あ、ごめんなさい。聞きほれてました。如月美代、関根、年を取ってくるといろんな人を愛しすぎて一言では言えません。あきこ、ひもゆいな、なか、愛してるほど愛されたいかな、ともこでした。営業だ。鏡美良、五十嵐、今聞いているあなたへ、愛してるわ、レイでした。虹の先、菅原、もっと見てください。でも紐が見えても、芝居中にキスしてても、それは芝居です。だからそれでもいいんだったら見てください。幸子、ここで言い訳するしかないです。なんだそれ。清川のぞみ、佐々木、たまにはエッチな下着も買ってよね、あやこ。年輪が。さおとみゆみ、よしき、お腹が空いたんでお弁当持ってきてください。クリン、らしい、らしい。しきゆかり、黒崎、毎日毎日好きって言ってて、あやこ。朝比奈優子、鉄砲塚、元気でやってます、ようこ。遠いの遠いの遠いの。三木原めぐみ、栗原、今でも大好きです、みきこ。引きずってる。涙が。館林に貼る、菊池、すき、しほ。なめんな。片桐彩子、川口、ねえ、
体どう？大丈夫？飛行機着いて今成田に着いたんだけど、もう気がなっちゃって、気になっちゃって、もう本当にこれからすぐ行くから今日止めてね。じゃあ後でね。まあ、さよ。DJ 長澤、私はいつもあなたのそばにいます。だから見守っててね。ゆりか、高見直と小野坂、はいはい、今までラジオを聞いてくださった僕のファンの皆さん、本当は僕はちゃんとした人なんです。エッチです。ちゃんとしてます。このドラマを始めてからみんなに変なことばっかり言われるようになったけど、あんたが変なこと言ってんの？それは多分僕が愛されてるからだと思うんだ。だからこれを聞いてる人みんな、何噛んでんねん。みんなこれを聞いてる人は僕のことを誤解しないで応援してね。のびのびやってるよね。まさや、以上でお送りしました。そんなよ。はい、どうもお疲れ様でした。前にですね、はい、第2部の打ち合わせの方したいと思います。何？